なんだかおかしい、見にくい見にくいっていう、想像もしないような病気が見つかることあるんですよ。そうなんですか。そうなんです。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。タガミンです。よろしくお願いします。タガミンね、はい、目でわかる体の病気って、うん、なんか思い当たるもある。なんだろう。あ、でもいろいろお話を聞いてて覚えてるのだと糖尿病とか。あ、そうです、糖尿病ね、はい、いいですね。網膜に出血したりね、あるいは白斑というちょっと白いものが出てきたりするんですけどね。あとね、高血圧も眼底出血が起こる起こらない別としてね、目で見つかることも結構ありますね。その他にね、はい、まあ、ちょっと想像もしないような病気が見つかることあるんですよ。そうなんですか。そうなんです。ですからね、今日はね、はい、目でわかるね、体の病気についてお話をしていきますね。最後まで聞いてくれると、いろんな病気について知ることができると思いますので、ご覧ください。目の後ろにね、下垂体っていうね、脳の一部が、まあ、あるんですけど、うん、すぐ近くを視神経が通っていくんですね。すごく接近してるもんだから、下垂体になんか起こるとですね、その視神経を圧迫して見え方がおかしくなるってことが結構あるんですよ。でね、下垂体の腫瘍って結構多いんですね。で、大抵良性の腫瘍なんです。へ、うん、僕の同級生の娘さんもね、なってね、下垂体、しかもね、結構悪性の病気だと珍しくね。で、僕がちょうどね、ボストンにいた頃連絡があってね、どうも娘の目の様子がおかしいということで慶応で見てもらったんですけど、よくわからないっていうことになっちゃってね、はい、国際電話でね、こういろいろ話してたんですよ。そしたらね、色のね、見分け方がね、ちょっとおかしくなったりすることがあるんです。視神経に異常が来るとね、ちょっと色の見え方がやっぱおかしいっていうことがその場でね、分かって、あ、これひょっとするとね、視神経かもしれないよって話で、はい、改めて検査をしてもらったらね、下垂体の腫瘍が見つかったってことがあったんですよ。でね、本当に珍しく悪性だったんですね。下垂体腫瘍って本当に良性がほとんどなんですけども、うんうん、手を変え品を変え治療したらね、良くなっちゃったんですね。おー、良かったです。下垂体を治療しちゃうとね、そこから出てくるいろんなホルモンが全て出てこなくなっちゃうんですよ。下垂体から出るホルモンを補っていかないとちゃんとね、生きていけないっていうことで大変だったんですよね、実はね。でも大きく成長してですね、うん、ダンスでね、非常に有名な選手になってですね、しかも結婚されて娘さんを出産しているっていうね、もう本当にね、あの時はね、どうなるかと思ったんですけど、今は嬉しいですよね。そうやって幸せに暮らしてくれてね、でうちの患者さんでもね、何人も下垂体腫瘍を見つけてるんですよ。緑内障と間違えられていることも結構あります。あ、そうなんですね。MRI っていうのを取るとね、よく分かるんですけども、大抵の場合はそれ何とかして取らなきゃいけないですね。だからそこから先は脳外科の先生の領域になるわけですけども、まあ、そういう病気もあるんですよ。はい、それからね、他にも脳腫瘍がね、何人も見つかってますけど、まあ、髄膜腫って言ってね、頭蓋骨の内側にあって脳を包んでる髄膜っていうね、そこに腫瘍ができることがあって、で脳を圧迫したり骨を外へ押し出したりして、ちょっと目のね、周りの形が変わっちゃっておかしいと思ってね、はい、まぶたが下がってきた気がするんですって言ってきた女性のね、歯医者さんいたりするんですけど、その人はもう非常に大きくなった髄膜腫だったんですね。でね、去年ですけど、はい、バレーボールのね、日本代表の藤井選手がですね、まあ、脳に腫瘍が見つかったっていうんですよね。でそれがね、やっぱ目の症状で見つかったっていうことなんですよ。そうなんですか。見え方がおかしいっていうことで調べたんですけど、目に何にもないんですよ。やっぱりね、私なんかもね、目に何もなくて、しかも明らかに何かがおかしいってことになると、やっぱり MRI 撮ったり CT 撮ったりするんですよね、お願いして、多分藤井選手の場合もね、目に何にもないのに明らかに見え方がおかしいっていうことで画像診断をしたらね、脳に腫瘍があったと。でそれがね、しかもですね、目に転移したわけじゃないですね、で元々が何だろうってことなんですよ。脳腫瘍なのか、はい、それともどこかに原発層があってね、そこの腫瘍が脳に転移したのかとかね、まあ、いろんなことを考えなきゃならないけどね、はい、で結局よくよく調べたところ、原発層は胃がんだったってことなんです。あの年齢で胃がんが転移するまで進行するっていうのはね、まあ、おそらくスキルスっていうね、非常に進行の早い、しかも見つかりにくい胃がんだろうと思いますけども、はい、まあ、転移して脳で症状を起こしたってことなんですね。だそういうのがね、時々あるんですよ。
はい、やっぱりね見え方がおかしいっていう時もね、うん、しっかり眼科へ来てもらわないといけないですよね、うんうん、スポーツ選手なんかは目が命じゃないですかやっぱりね、はい、例えばボールがちゃんと見えてない予期してないところにボールが来たりするとおかしいってだんだんやっぱり思うわけですよね、うん、そういうことがあればすごく分かりやすいと思うんですけどそうでないとするとね見え方がおかしいって言ってもねなんとなくほっといたりする場合もあるんですよね、うん、うちへ来た方でねやっぱり脳腫瘍の人なんですけど、はい、何件もやっぱりね、うん、眼科行っちゃったんですよね、うん、原因が分かんないっつって、であるところではねいや何ともないですって言われた、それからあるところではね、うん、コンタクトが合ってないからだからコンタクト作り直した方がいいんじゃないですかとか言われたとかね、うん、でもねそれやっても全然変わりないしコンタクトレンズの見え方ではないんですよねおかしいっていうのはやっぱコンタクトレンズが合ってなかったりしたら自分でねある程度分かることが多いんですけど、うん、この方の場合はねなんだかおかしいでも見にくい見にくいっていうことなんですよ、うん、でねしかも視力の落ち方がね 0.6 とか7とか中途半端な落ち方なんですね、うん、でそういうのはねやっぱ怪しいんですよ白内障があったりとかそういうことがない限り中途半端なねそういう落ち方ってなかなかしないですね。で例えば網膜の大半分に何かあればねそれは分かりますよね、はい、だけどそこも何ともないし白内障もないし何もないっていうことになるとねなんでそんな中途半端な視力の落ち方するんだろうっていうことになるわけですね、うん、そうするとね、まあ、大抵やるのはね色の見え方ちゃんとしてるかとかまず聞くんですけどね、はい、まあ、実際に視覚検査やることもありますけどそして視野の検査やってねあ確かにこの辺見えてない部分がありますねっていうことになるとね、うん、やっぱりそれは目の後ろで何かあるってことですね視神経とか脳とかそっちの方で何かあってね見え方がおかしいとそれでだんだん病気が分かっていくってことが多いですね、はい、うん、でその人の場合はね慶応の脳外科の先生お願いしたんですけど手術をしてね ICU でね目が覚めて天井見た時にあ自分の元の見え方だって言ってねもう嬉しくて涙が出た。へえ、そうなんですか。そう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 結局ねそのご自分でこういう見え方なんですよおかしいんですよって言ってたことがね、まあ、やっぱ通じてなかったんでしょうね。で視野検査を見るとあ確かにこの人が言ってることはそういうことなんだなって分かったりするんですよね、はい、でまあそのやっぱり手術しなきゃダメですよとかね目の後ろにね腫瘍がありますなんて言われたらねもうびっくりしちゃうわけですよね。説明の仕方もかなり工夫がいりますけどもまあそういうことなんですね、はい、うん、まあ、とにかくね病気が目で見つかるってことはね、うん、糖尿病とか高血圧動脈硬化ね、うん、甲状腺とかもあるしね腎臓の病気もそうなんですけどね、まあ、いろいろあるんですよやっぱり目の後ろのね腫瘍とかっていうのも数は多くないですけど、まあ、あるんですね、うん、だからそういうのはねやっぱり眼科でちゃんと調べないとわからないので明らかにおかしいっていう場合はね眼科の診察に行ってもらいたいなと思いますね、うんうん、目を侮ることなかれってやつですね、うん、そうですね全身の病気は目で見つかることがありますので気をつけてくださいっていうことですね。病気を諦めない年齢を諦めない元気で長生きして100年迎えましょう。カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や視能訓練士はもちろん資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業医療の世界で輝きませんか。私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日のお話どうでしょう。役に立ちましたでしょうか。役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。